どうも、サバンナ高橋です。ソーシャルディスタンス。そしてどうも、いとしん TV から来ました伊藤慎吾です。イエイイエイ。ということで、お招きありがとうございます。親愛なるいとしん先生が私の自宅の方に来ていただきまして、今回は将棋コラボ、はい、しかもいとしん先生持ち込み企画トークスペシャルとなっております。これやりたかったんですよ。はいはい、まあ、某サイコロ振ってトークしていく番組モチーフですよね。ちょっとそれを、はい、パクらせていただきました。なので今回はその滑らない話とかいうことではなく、うん、将棋界には溢れるようないろんないい話、素敵な話、まあ、それこそ面白い話もあります、まあ、伝説的な話もありますね。将棋界のいい話をサイコロによって出た方が語るという。語ると。じゃあ何番勝負にしましょうか。今日はまあ7番ですか。やっぱり7番勝負、将棋界は7番勝負ですから。わかりました。じゃあこれを将棋界のトーク王決定戦ということにさせて。恐れ多いですけど、まあやりましょう。行きましょう。7番勝負で行かせていただきたいと思います、はい、お願いします。じゃあここにサイコロありますけども、はい、奇数、偶数、どちらが。奇数がいいです。伊藤新先生が奇数が出たら伊藤新先生がお話しいただく、はい、偶数が出たら僕の好きな将棋界の話を、はい、お話しさせていただく。そういうことですね。ではよろしくお願いします。あ、じゃあいいですか。はい。あ、奇数ということです。私からですか。はい、伊藤新先生からの。やっぱり僕はプロの棋士の皆さんからまだ知らない伝説を聞きたいですもん。あ、高橋さん、このもう将棋界のことを詳しすぎるんですよ。普通じゃないんですよ、本当に。ぜひじゃあ教えていただいていいでしょうか、はい、これ僕の大好きな先輩の千崎九段の話なんですけど、はい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 、千崎九段がある将棋イベントを東京体育館でやった時があるんですよ。千駄ヶ谷東京体育館、はいはいはい、その時に、人間将棋ってわかります？あ、はい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 、上から指示を出して大きい駒に扮した人間が動くやつですよね。そうです、はいはいはい、それがとんでもなく大きい駒を動かすっていうね、はい、この奨励会員の子はねやるっていう仕事があったんですよ。で、千崎さんと佐藤、今会長が安光会長、はい、対局するかなんかで、はい、その時に千崎さんが、はい、その人間将棋やった後に皆さん疲れただろうっていうんで、はい、奨励会をもてなすっていうのがあるんですよ、はい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 、その時に一人でもてなすのはちょっと厳しいっていうので、うん、佐藤会長と二人で近くの焼肉屋に行くっていう話が僕好きで、はいはい、それでちょうど休日だったので、はい、焼肉屋さんがあまりやってなかったんですよ、はいはい、でその千駄ヶ谷駅の近くの高級焼肉店だけが空いていて、はい、うんうんうん、そこに行って、うもう奨励会員って分かりますよね、若手の方ばっかりなんですよ。まあ言ってみたらまだ10代の。そうです、本当に若い方、10代20代前半、はい、そういう方が20人30人集まってその焼肉屋行ったら、うん、もうどうなるか分かりますよね。それはえげつない量の食事と、もう多分ね何十万って言ったと思うんですよ、えげつない量のお会計を、はい、このお金は二人で折半だっていう話で、二人で折半してご馳走したっていう話が僕大好きで、素晴らしい、何十万もする。そうです、その話がもう語り継がれる伝説です。我々は僕がまだ奨励会入る前の話なんですけど、こういう先輩いるんだっていう。はあ、将棋界はやっぱこの縦社会、いい意味で縦社会っていうか、おごるんですよね、先輩が後輩におごるっていう社会なんで。あ、それで僕も、そこは芸人も近いもありますけど。あ、そうですか。例えば仲いい後輩みんな行こうかはあるんですけど、その奨励会でみんなやったメンバー全員俺が連れていくわっていう男気はないですよね、うん、しかもそこまでね親しくないと思うんですよ、奨励会員なんで、うんうん、その人たちをみんなもう今日お疲れ様っていうことで連れてったって話がね、もう最高の話ですね。好きやなぁ将棋が。おこんってやつ。好きやなぁ。素晴らしい、ありがとうございます。ちなみになんかそのお話も僕も何かで僕も見たんですけど、はい、その時にその人間将棋っていうのを風のやつはまだ一歩前やからいいけど、
桂馬のやつが一番大変やと、その斜め前にこう移動してやらなあかんからっていうので、いかにみんなの体力を削らんように動かすかっていうのを対局の勝敗より考えてさせておられたっていう伝説も、しかも動かさないのもかわいそうなんですよ。一回絶対動かさないとダメですね。そうそう、橋の歩とか強者とかっていうのは結構動かしづらいので、だって確かに橋の強者なんか一回も動かへんままの対局の方がほとんどですもんね。そうです、普段の対局はそうなんですけど、やっぱりそこはプロ同士なんで、あえて取ってあげたりとか、はいはいはい、橋歩をついたりとか挨拶で橋を突き合ったりとかして動かしてあげるっていうのはね、なるほど、礼儀なんですよね。人間将棋における人間将棋における一番危険な技はやっぱり角交換なんじゃないですか。角交換ね、危険ですね斜めに動かないといけないですね。斜めに動かなあかんし、移動距離も長いし、そうなんです、角を持った状態で行かないといけないんで、それは大変です、ね、好きです好きですじゃあ続きまして、はい、第2回戦いきましょう。入りたいと思います。じゃあ次僕が最後、あ、じゃあお願いします。あ、また僕ですか。奇数しか出ない最高なんですか、これ。また奇数が。また奇数ですか。出てしまいましたけど、はい。よろしいですか。いいですか。はい。あの、羽生九段。はい。もうレジェンドですよ。はい。タイトル99期獲得で、はい、もう100期を皆さんが待ち望んでいるっていうね、うんうんうん、まあその羽生九段、レジェンドの羽生九段の話なんですけど、はい、羽生さんも若手の頃から、めちゃくちゃ勝ちまくって、はい。8割超えの勝率だったんですよ、当時から。年間勝率が8割を超えるという。はい、まあ、4勝1敗ぐらいのペースで、うんうん、まあ、勝ちまくってたんですけど、うん、その羽生さんが、ある時噂で、はい、終盤は260通りに分かれるっていうね、はあはあ、ことを言ったんですよ。はあ、そしたら、もう将棋界全体がざわついて、え、260で分類されるのっていうことで、はあはあ、俺の知らないその終盤の世界があるのか、だからハブはあんな勝ってるのかっていうので、ほうほうほう、本当に若手の人たちはみんなハブさんに聞いたらしいんですけど、それは謎のままハブさんはもうトップに行ったっていう話なんですよ。それはハブさんは260に分かれるっていうのをちゃんと言ってるんですか。言ってるのかも本当に謎なんですよね。未だに誰も聞けないですから。ただそういう噂が流れたぐらいハブさんの終盤が恐れられてたんですよね。はあ、ハブマジックっていう言葉あるじゃないですか。はい、あれはやっぱりなんかね、羽生さんを前にするとみんな間違えちゃうんですよ。あのマジックにかかったように幻影されちゃうっていうか。なるほど。それがね、その羽生260っていうのは本当にすごいんですよ。羽生260の答えをちょっといつか羽生さんに、ね、いつか聞いてみてください。高橋さんなら聞けると思います。いや、羽生先生にはまだお会いしたことないんですよ。あ、ないですか。いつかお会いできるチャンスだったら、はい、いきなり聞くのはちょっと初手から失礼なんで、はい、そうですね、あったまった頃に260260漏れてました今260をちょっと漏らして、はい、羽生さんがどんな反応するのかというのを、うん、だからその時はだから将棋界で言うと、もしかしたら羽生善治は将棋という無限と言われてるものを解き明かしてるんじゃないかっていうのが強かったってことですね。そうですね。終盤が恐ろしく強かったですから、一人だけ。でその序盤中盤で良くなれば終盤で勝てるのが普通じゃないですか、はい、ただ序盤中盤で苦しくなることもねあったんですよ、はい、若手だったんで、はい、だからその苦しくなった時に終盤の逆転術がすごかったんですよ。へえ。序盤で260ならまだ分かるんですよ、はいはいはい、肩が260あるっていうのはまだ気持ちは分かるんですけど、終盤の260ですからね、すごい、どうやって分けてるんだっていう話でみんな震えたんですよ。その時もう囲い方も違うし、同じ盤面になることってこんなに対局があるのに一回もないんですよね。ないですね。はい、中盤で分類するっていうのはね、すごい、いやもう天才だっていうので、将棋界プロアマ全員震えたっていう話です。好きですね。ありがとうございます。好きです。じゃあ続いて一新先生、はい、じゃあいいですか。はい、ちょっともう偶数出します。あ、出ました。じゃあやっと出ました。ちょっと何の話するか、将棋メモ見ていいですか。はい、ぜひ。じゃあちょっとこれぐらい糸新先生ご存知だと思うんですけど、あ、はいはい、久保田先生。久保田先生、はい、対局したこともあります。久保田先生っていう、はい、あの対局前の準備が誰よりも長いで有名な先生おられるんですけれども、はい、伊藤新先生も対局されたこと。あ、そうですね。実際にクッションとかいろんな7つ道具じゃなくて本当に20道具ぐらい持ってるんですよだからそのアベマかなんかで僕も初めてその準備を見た時に、はい、
衝撃が走ったんですね。そのまず誰よりも先に対局室に入り、はい、専用の加湿器とか、加湿器ありますね、教則にかぶせる西武ライオンズのファンなんでしたっけ、はい、のなんかタオルを置かれたりとかで、一番心地いい状態にされて対局に臨まれるっていう、その準備を誰よりもするという久保田先生いらっしゃいます、はい、がですね、あの棋士の皆さんの登山部がありまして、はいはい、その中川先生が率いておられる登山部の登山に参加されるらしいんですけども、はい、今回の登山は近隣の山に行こうかと、でまあ日帰りで軽い気持ちで行こうかみたいな登山の時に、もうエベレスト登るんかっていうぐらいの大荷物でやってきていや荷物多すぎるやろってみんなに平坦な道にもきついですね、それいじられたという伝説がありまして、でその時に一歩歩くたびにどうも久保田先生の体からチリンチリンと鈴の音が鳴ってると。鈴の音、はあ、不可解ですね。不可解に鈴の音の音がするって言って、この鈴の音の音なんだってなったら、実は久保田先生が到底熊など出るはずのない山に熊よけの大きな鈴を持ってこられてまして、いやこの山に熊よけの鈴はいらないだろうとみんなにいじられたそうなんですよ。でもうじゃあこれはもう山登りの時には封印しますとおっしゃられて、それから山登りの時はもうその鈴を持ってこられることはなくなったらしいんですが、対局の時に相手の陣形がアナグマの先生と戦う時だけ将棋会館の周りに鈴の音がするそうです本当なんですかその話これなんか伝説で僕もちょっと聞いたんですけども、これが真実かどうかは知らないんですが、僕の一応好きな話ということで。好きですね。好きですねいいでしょうか。面白いですね。それは糸重先生は聞いたことないですか。途中まで知ったんですけど、はい、その将棋会館の鈴の音が聞こえるって話は初耳でしたちょっとだからこれを検証するときは、うん、久保田先生がアナグマの相手と戦う日に将棋会館の周りをうろうろするしか方法がないんで、うん、ちょっとそれはいずれあの糸新先生に依頼したいと思いますね好きですね。好きですね。じゃあ4本目いきましょう。はい、4本目。じゃあ高橋さん、今回どうぞ。3が出ました。またこれ糸新先生、また僕ですか。はい、はいはいはい。じゃあ、はい、加藤先生の話を、加藤ひゅみ九段の話を、はい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 、加藤先生って、はい、